クレア、すまなかった。何があったの？一体何が？覚えていないのか？ベイグの体から出てきた青い光に包まれて、それから私。君はずっと氷の中に閉じ込められていたんだよ。あなたたちは？こいつがお前を助けるのを手伝ってくれた。はじめまして、僕はマオ。こっちはユージーン・ガラルドだ。ベイグのフォロスが暴走し、君はそれに巻き込まれた。そして一年経った今、ベイグはようやく君を救い出した。クレア、本当にすまなかった。君を氷の中に閉じ込めたのはベイグの意志じゃないよ。何度も君を助けようとしたはずさ。そうでしょ、ベイグ。ベイグ、そんなに手を傷だらけにして、私を助け出すために？だが俺にはどうすることもできなかった。できたのはクレアを見守ることだけだった。クレア、俺はこれからお前にどうしてやれば。あ、ベイグ、私家に帰らなきゃ。お父さんやお母さんも心配しているだろうし、安心させてあげたいの。ベイグ、助けてくれてありがとう。私はこの通り元気だから。あの、よかったらお二人も私の家で休んでいってください。大したおもてなしはできませんけど、お食事の用意をして待っています。いい子だな。さてと、ごちそうになりに行こっかな。フォルス使ったからお腹ペコペコだよ。魔王、わかってるってば。ベイグ、君に話があるんだよ。僕たちはそのために君に会いに来たんだからさ。ここで聞く。できれば落ち着いたところで話がしたい。あれは氷のバイラス、フローズドクローだよ。こっちへ来るぞ。邪魔が入ったな。どうして村の中にまでバイラスが？バイラスは自然界にあるものが怪物に姿を変えたものだ。どこにでも現れる可能性はある。あることがきっかけで世界中で能力者もバイラスも数が増えてるんだ。フォルスの発言、バイラスの増加、一体何が起きているんだ？マオ、お前は世界を救うためと言ったな。それは。ごめん、僕限界みたいなんですけど。話は長くなる。その前に魔王に飯を食わせてやってくれないか。わかった、こっちだ。クレアのこと感謝する。何を嬉しそうにやっているんだ？戦った相手やバイラスのことをバトルブックに書いてるんだ。どうしてそんなことを？
思い出作りさ。ベイグ、クレアさんの家ってどっちなの？ここは随分穏やかな村だね。ああ。これでもう少し暖かければ最高なのにな。そばに氷の海が広がっているんだ。寒いのは仕方ない。ねえねえ、ベイグとクレアさんってどういう関係なの？一緒に育った妹というか家族というか、そんなところだ。マオが随分腹を空かせているようだ。早く飯を食わせてやってくれないか。